ベルトルトブレヒト、ベルトルトブレヒト、ベアートルトブレヒト、1898年2月10日から1956年8月14日は、ドイツの劇作家、詩人、演出家。本名、オイゲンベルトルトフリードリヒブレヒト、ユジェンベールテホルド、フリードリヒブレヒト、アウクスブルク出身。ミュンヘン大学時代より文学活動を始め、1922年に、 上演された、夜打つ太鼓で一躍脚光を浴びる。代表作に、三文オペラ、肝っタマを母とその、子供たち、ガリレーの生涯など。第二次大戦中は、ナチスの手を逃れて、各国で亡命生活を送り、戦後は東ドイツに戻り、劇団ベルリーナアンサンルを、設立、死去するまで、活動拠点とした。ブレヒトは、政治やマルクス主義との関わりから、 役への感情移入を基礎とする従来の演劇を否定し、出来事を客観的、批判的に見ることを観客に促す、女子的演劇を提唱した。その方法として、見慣れたものに対して、キーの念を抱かせる、以下交換をはじめとする、様々な演劇理論を生み出し、第二次世界大戦後の演劇界において、大きな影響力を持った。1898年に、 バイエルン王国、当時のアウクスブルクで、製紙工場の支配人である、父ベルトルト・フリードリッヒ・ブレヒトと、母、ゾフィー・ブレヒトの子として生まれた。父はカトリック、母はプロテスタントで、ブレヒトは母の修士に従って、洗礼を受けている。4年生の小学校を卒業した後、1908年に9年生の実家高等学校に進学。早くから、 詩や評論などを書いており、1914年のアウクスブルク新報には、ベルトルトーイゲンの名で発表された当時16歳のブレヒトの詩が掲載されている。ブレヒトは、当時まだ、ドイツ文学では異端であったクリスティアン・ディートリヒ、グラッペ、ゲオルク・ビューヒナー、フランク・ベーデキントなどを愛読した。またマルティン・ルターのドイツ語訳文への関心から聖書に、親しみ、16歳の時に、 聖書を執筆した。1917年、ミュンヘン大学哲学部に入学、後医学部に転部。しばらく、アウクスブルクとミュンヘンの間で、往復生活をしながら、文学、音楽、舞台芸術に没頭した。1918年、グラッペの生涯を題材にしたハンスヨース、孤独な人の上演にヒントを得て、ブライシジンを主人公にした、諸女義曲、 バールを執筆。この年10月に召集を受けたブレヒトは、アウクスブルクの陸軍病院で、衛生兵として感染症、伝染病と性病の病棟に配属されたが、1ヶ月余りで、ドイツ帝国が敗戦し、第一次世界大戦は終結した。1919年1月、ベルリンで、ドイツ共産党の全身スパルタクス団の放棄が起こり、 ローザルクセンブルクとカールリー・プクネヒトが虐殺される事件が起こった。ブレヒトはすでに2月にこの事件を題材にして、戯曲、スパルタクス諸侯』を執筆しており、これが後に夜打つ太鼓となった。この時期に、サハ独立社会党、ユスプドに関心を持った。7月、高校時代から付き合いのあった医師の娘パウラ、バンホルツァー、愛称 B との間に男児が生まれ、 レーデキンンととでフランクと名付けられたが、ブレヒトは彼女とは結婚せず、フランクは後に他の男性と結婚した B に引き取られた。1919年秋より独立社会党機関紙フォルクスビレで私立劇場の劇評を担当、既成演劇への反発からほとんどの上演に対して辛辣な批評を書いた。当時、ブレヒトの興味を引いたのは、 ヨハン・アウグスト・ストリンドベリア、ゲオルグ・カイザーの儀曲、アルフレート・デイブリーンなどの新しい小説であり、トーマス・マンやフランツ・ベルフェルに対しては、ブルジョア文学とみなして、修正的対的な立場を取った。またこのゴロミューン編の寄せ芸人、カール・バレンティンに見せられ、彼のために数編の茶番劇を執筆した。1921年、小説、バルガンのなりゆき任せが、 メルクール誌に掲載された。1920年春、続いて1921年秋に、ベルリンを訪れ、表現主義作家や俳優と信仰を結んだ。特に劇作家、アーノルト・ブロンネンと親密になり、それまで、ベルト・ブレヒトの筆名を使っていたブレヒは、彼の名にちなんで、ベルトルト・ブレヒトに改め、綴りも、本名の、バートルドではなく、ベアートルトとした。 また、ベルリンでは、バールの出版契約を結び、ドイツ座にて、マックス・ラインハルト演出のストリンドベリ劇、夢の儀曲の稽古に立ち会った。1922年夏、夜打つ太鼓が、ミュンヘンの室内劇場で初演された。演出は、オット・ー・ファルケンベルクが担当したが、ブレヒト自身も稽古に立ち会い指示を出した。この上演は、評家、ヘルベルト・イリングによって、 史場で劇賞され、この年のクライスト賞を受賞し、一躍脚光を浴びた。ブレヒトは、この、ミュンヘンの劇場の文芸部員となり、また同年末、最初の妻マリアンネ・ツォフと結婚、翌年に、娘ハンネ、後の女優、ハンネ・ヒオプが生まれたが、ソフとは1927年に離婚している。1923年に、バール、続いて、都会のジャングルを、 王宮劇場で上演。同じ頃、二番目の妻であり、生涯の伴侶となるヘレーネ・バイゲルと出会った。1924年、クリストファー・マーローの儀曲、エドワード二世を演出、ミュンヘンの室内劇場にて上演した。この作品でブレヒトは、控えめな衣装、小道具を用い、兵士役の俳優に白塗りをした。こうした演出の簡素さは、後に彼が主催する。 ベルリーナーアンサンブルの特徴となる。1923年9月、カール・ツックマイヤーと共に、マックス・ラインハルトの率いるドイツ座の文芸部員に採用され、ミュンヘンからベルリンに移住した。10月に、国立劇場で、エドワード二世が、ドイツ座で、都会のジャングルが上演され、ブレヒトは、知名度を上げていった。11月、ヘレーネとの間に、長男・シテファン、 後に演出家誕生。1926年頃からマルクス主義の学習をはじめ、資本論を熟読した。また1926年に詩集、家庭用説教集を出版し、詩人としても評価を得た。この詩集には、自らの作曲をつけて、小型の賛美歌本のような題裁にしたため、悪魔の祈祷書とも呼ばれた。1927年より作曲家、 クルトバイルとの共同作業を開始。ベルリンでは、講師両面の重要なパートナーとなる数多くの人物と出会っており、バイルの他に、エリーザベト・ハウプトマン、1924年から1933年までのブレヒトの秘書であり、愛人、マルガレーテ・シュテフィン、1932年以降の秘書であり愛人、ルート、ベルラウ、デンマーク、王立劇場の女優で、 1944年に、ブレヒトとの間に男児を設けたなどと知り合っている。またこの頃、マルクス主義への興味から、アジプロ演劇、アジテーションとプロパガンダの演劇の先駆者、エルヴィン・ピスカトルと知り合い、彼の演劇手法に影響を受けた。1928年、ジョン・ゲイ、コジキ・オペラを、ヒショ・ハウプトマンの翻訳で読み、すぐに、本案、三文オペラの執筆を始めた。 バイルによる曲が付けられた、この作品は、同年8月に初演が行われると非な成功を収めた。ドイツでは1年以上のロングランとなったほか、世界各地でも上演され、以後、ブレヒトの代表作とみなされるようになった。1930年頃よりブレヒトは、新しい演劇の形を模索し、教育劇と題する一連の作品を発表し始める。 1930年の諸事では作曲家、ハンス・アイスラーと共同作業を行い、彼との協力関係はその後、ブレヒトの死まで続いた。また、この頃女優、アンナ・ラチスを通じて、バルター・ベンヤミンと知り合い親交を結んだ。ベンヤミンは、ブレヒトの理解者となり、彼の作家論をいくつか、執筆している。この友情はスペイン亡命中のベンヤミンの自殺まで、続いた。 1932年、マクシム・ゴー・リキーの母を解作した作品を上演。母は初日の約1ヶ月後に上演中止となり亡命前に演出した最後の作品となった。1933年、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領がアドルフ・ヒトラーを首相に任命。国会議事堂放火事件の翌日、1933年2月28日。 ブレヒトは手術のために入院中だった病院を抜け出し、ユダヤ人であった妻のバイゲルと長男シュテファンを連れて、プラハイキの汽車に乗り込んだ。ブレヒトはプラハウィンチュリッヒを経由してデンマークに向かった。その途上でバイルやシュテフィン、ベルラウラと合流し、こうした仕事仲間と共に5年間ほどデンマークのスエンボルに滞在した。1933年5月に、 ナチ党政府は、ブレヒトの著作の刊行を禁止し、噴書の対象とした。ブレヒト自身も1935年にナチスによりドイツ市民権を剥奪された。その後、1935年から38年にかけて、ブレヒトは連作劇第三帝国の恐怖と悲惨を書いている。この作品において、 ナチ党政権下で恐怖に怯えて生活する小市民の様子がヨセフ・ウコントの手法で描かれた。数年後、アメリカに亡命中のマックス・ラインハルトは、第三帝国の恐怖と悲惨の上演を計画するが、実現には至らなかった。ナチスによるオーストリア併合、チェコ進撃と続いて、デンマークにも危険を感じたブレヒトは1939年4月にストックホルムに移り、 女性彫刻家殺ンソンの行為でストックホルム沖の小島ディゲーのアトリエを借りた。ブレヒトはこの地で女優ナイナイコールウィフトランドの語る女性守護商人の話を聞いて触発され、肝玉を母とその子供たちを二ヶ月ほどで書き上げた。1940年4月、ナチスがデンマーク、ストックホルムに侵攻したためヘルシンキに逃れ、サッカーヘル、ラボリー沖の下で過ごすようになった。 1941年には家族や仲間と連れ立ってモスクワ・ウラジオストクを経由してアメリカ合衆国へ渡りカリフォルニア州サンタモニカに移住。当初計画したハリウッドへの脚本の売り込みはうまくいかず、儀曲上演の計画も難航し経済的に困窮することになったが、ブレヒトはロンドン・パリ、さらにニューヨークを旅行しながら数々の作品を上演し、 各地の亡命作家にあてて作品を寄稿している。またブレヒトは三十年代初期に書いた儀曲、ガリレーの生涯の原稿を亡命時代に三度も書き直している。この時期には亡命者の多くいたチューリヒで、ガリレーの生涯、肝ッタマお母とその子供たち、セチュアンの前任などが上演されていた。合衆国でブレヒトはドイツからの亡命者の映画監督、フリッツ・ラングとに、 映画、死刑執行人もマタシスの脚本を執筆。音楽はアイスラーが担当した。この映画は1943年に公開された。また1943年には、ドイツ亡命者の委員会設立をめぐりトーマス・マンと対立した。共産主義者であったブレヒトにとって、当時の米国は決して快適な国ではなかった。1947年10月30日。 ブレヒトは会員非米活動委員会の審問を受けた。ニューヨークでチャールズ・ロートン主演によるガリレオ・ガリレーの生涯の初公演中であったにもかかわらず、審問の翌日、ブレヒトはパリ経由でチューリッヒに逃亡。西ドイツへ入国が許されなかったためブレヒトはチューリッヒに1年間滞在し、オーストリア国籍を取得した。1948年10月に、 プラハを経由して、チェコスロバキア国境を越えて、東ドイツに到着。東ベルリンに今日構えたブレヒトは、1949年に、ベルリーナアンサンブルを結成。同年11月に、ブレヒト演出による、第一回公演、プンティラ旦那と、ゲナン、マッティが初演された。1949年には、バイゲル支援の、キモッタマオ、母とその子供たちがチューリッヒで、 上演されている。1950年代にはブレヒトは古典の開作に着手し、ヤーコップ・ミヒャイル・ラインホール・トレンツ、家庭教師、ウィリアム・シェイクスピア、コリオレイナス、ゲアハルト、ハウプトマン、ビーバーの毛はモリエール、ドン・フアンなどを開作している。1950年芸術アカデミー会員となり、1953年に東西ベルリンのペンクラブ会場に選出された。 1954年、ベルリーナ・アンサンブルが、ドイツ座から、現在の本拠地、シフバー・アダム劇場へ移転。1954年に、パリ国際演劇祭で最優秀上演と、最優秀演出を受賞。翌55年には、コーカサスの白木の輪も、第2位となり、世界的な名声を得た。1955年、スターリン平和賞受賞。 1956年8月14日、心臓発作のためベルリンで死去。遺言に従って遺体は、鈴の棺に収められ、墓は、ベルリン市中央部にある私立、ドローテンボジに、ゲオルク・ビリルム・フリードリヒ・ヘーゲルと、ヨハン・ゴットリープ・フィヒテの墓に向き合って作られた。1998年には、生誕100年を記念して、ベルリン芸術アカデミーの記念式典が行われ、 ローマンヘルツォーク大統領やベルリン市長も墓地を訪れた。ブレヒトは自身の演劇を女児的演劇、エピシャスシアターと呼び、従来の演劇、劇的演劇、ドレアムティスチャスシアターと自身のそれとを区別した。ブレヒトによれば、劇的演劇は観客を役に感情移入させつつ、出来事を舞台上で再現、リプレゼンテーションすることによって観客に、 様々な感情を呼び起こすものであり、それに対して、女児的演劇は、役者が舞台を通して、出来事を説明、デモンストレーションし、観客に批判的な思考を促して、事件の本質に迫らせようとするものである。ブレヒトは、このような女児的演劇を、悲劇を観客に語る質を起こさせるものとして定義した、アリストテレスに対して、非アリストテレス的と呼び、一方、 劇的演劇を現実から目を背ける美食的なものだとして批判した。ブレヒトの女子的演劇の演劇論として特によく知られているものがイカ効果、バーフレムダングスフェクトである。これは日常において当たり前だと思っていたものにある手続きを施していわを起こさせることによって対象に対する新しい見方、考え方を観客に提示する方法を指している。この 以下効果の用語はブレヒトが使い始めて以降一般的な文学理論として扱われるようになフランツカフカなどブレヒト以前の作家に対しても用いられるようになったブレヒトの後継者と目される劇作家にハイナー・ミューラーがいるミュラーはブレヒトのファッチャーを100年に一つの作品としているほかブレヒトのアルトロウィの交流などを演出してもいる 日本では、センダ・コレヤと、岩渕達次が、ブレヒト研究の中心人物である。センダは、ブレヒト儀曲選集、1958年から1962年、岩渕一氏と、協約、ベルトロト・ブレヒト演劇論集、1975年、の編集翻訳やユーザーでの上演などを行っており、初期のブレヒト紹介の中心人物であった。センダに支持していた、 岩渕達治は、ベルトルト・ブレヒト作業にし、1976年から1977年、ベルトルト・ブレヒトの仕事、1972年から1973年、を協役で、また、岩渕個人役で、ブレヒト議局全集、1998年から2001年、を刊行、また、ブレヒトと戦後演劇、2005年で、戦打の翻訳の批判的検証をしている。 岩波文庫三文オペラは1961年に千田分けが審判が2006年に岩渕分けで刊行された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。